皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。今年も暑い夏がやってきました。夏といえば風鈴、花火、浴衣、朝顔、かき氷、日本には夏を彩る風物詩がたくさんあります。中でも世界の人々の注目を集めているのが盆ダンス、盆踊りです。その注目度は、日本観光に来た外国人が日本各地で催される盆踊りにちょっと参加するというレベルではありません。北米、南米、アジア、世界各地で盆踊り、盆ダンスが盛大に催され、日本人や日系人だけではなく地元の人々も大勢参加して大変な盛り上がりを見せているのです。その中でもマレーシアで催される盆踊りは世界最大規模。しかも今年の盆踊りはいつもとは少し様子が違っていました。今回はそんなマレーシアの盆踊りと世界で開催される盆踊り、そしてそれらに対する外国人たちの反応を私、花の心がお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたなら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは行きましょう。そもそも盆踊りとは一体何なのでしょうか。盆踊りはお盆にこちらの世界に戻ってきた先祖の霊を元の世界へ送り出すために行われている行事だと言われています。その起源は鎌倉時代に始まり、時宗の開祖一遍上人が日本全国に広めた念仏踊りにあるそうです。最初は自らが念仏を唱えながら踊るという形だった念仏踊りですが、その後歌い手と踊り手に分かれるようになり、踊り念仏と呼ばれるようになりました。そしてもともと仏教の時宗から始まった踊り念仏が先祖を迎えるお盆と結びついて現代の盆踊りの原型になったのです。室町時代になると踊り念仏は思考を凝らした人々が集団で踊る風流踊りへと変化し、江戸時代になると次第に娯楽的な色合いが強くなって、盆踊りは庶民のうさばらしの場、若い男女の出会いの場となっていきました。現代では伝統的なお盆の行事として行われる盆踊りのほかに、アニメソングや J-POP を使ったイベント的な盆踊りもにぎわいを見せています。さて、今回話題になっていた世界最大規模、5万人もの人を集めたマレーシアの盆踊りとは、一体どんなものだったのでしょうか。この盆踊りは1977年から開催され、マレーシアのクアラルンプール日本人会とクアラルンプール日本人学校、在マレーシア日本大使館が運営しています。盆踊りだけではなく、たこ焼きやヨーヨー釣りなどの屋台も出店し、これぞ日本の夏といった感じで行われる盆踊り大会です。この盆踊りは現地の日本人だけではなく地元の人々も楽しみにしているイベントですが、新型コロナウイルスの影響で2020年、2021年は中止されていました。今年2022年は3年ぶりに開催される運びとなっていたのですが、マレーシアの宗教担当閣僚が盆踊りの宗教的な意味合いを理由にイスラム教徒は参加しない方が良いと、この盆踊りへの不参加を促す発言をしたのです。このような状況の中で開催されたマレーシアの盆踊り、終わってみればおよそ5万人の人々が集まり、今までで最高の人出となりました。マレーシア現地からは多くのコメントが寄せられています。早速ご紹介していきます。待ちに待った盆踊り大会、やっぱり最高に楽しかった。すごい人出だったけど楽しかった。来年も参加したいわ。踊るのは楽しいし、屋台の食べ物は美味しいし、行ってよかったよ。楽しく踊って美味しいものを食べて、このイベントのどこに宗教っぽいところがあるっていうの？そうだよ。これは日本の伝統文化だ。宗教行事じゃない。どう見たってただの祭りだ。これを宗教行事という人は、自分勝手な解釈を自分の都合で他の人に押し付けているだけさ。動画を見てみると、
いろんな国の人がいて、それぞれいろんな神様を信じてる人がいて、そんな人たちが一箇所に集まって楽しそうに同じ踊りを踊ってる。これって平和そのものじゃない？踊ればみんなハッピーさ。私、イスラム教徒は参加しない方が良いって発言を聞いて、初めてこんなイベントがあるって知ったのよ。そんな人は多分多いだろう。私もそんな人間の一人だ。宗教担当閣僚の一言が、結果的にこれだけ多くの人を集めたってことだな。今までこのマレーシアの盆踊りが宗教という視点から語られたことはありませんでした。イスラム教徒は参加しない方が良いという発言が宗教担当閣僚の口から発せられるという事態は初めてのことだったのです。これに対して声を上げたのが盆踊り大会の開催地、スランゴール州の州王。州王はこのイベントは数十年前から行われてきた日本の文化的な祭りの一つで、宗教行事ではない、と反論したのです。宗教担当閣僚のイスラム教徒は参加しない方が良いという発言は、その後行われる選挙を意識して国内のイスラム教徒に訴えたものでしたが、この発言が大きく報道されたことによって、何十年も続くマレーシアの盆踊り大会にスポットが当たることになり、5万人というかえって多くの人々を引き寄せる結果になってしまったのです。そして集まった人たちの中には、コスプレで踊る人たちの姿も。コスプレはクールな日本文化を代表するものの一つ。確かに盆踊りの起源となったのは仏教の念仏踊りですが、現代イベントとして行われるのは、みんなで楽しく踊るというもの。行われるのがお盆の頃という場合もありますが、そこに宗教的な意味合いはありません。唯一神アッラーを信仰するイスラム教。マレーシア国民の 60% 以上がイスラム教徒です。もしマレーシアで開催される盆踊り大会が宗教的な意味合いを持つものであれば、何十年もの間マレーシアの人々に受け入れられ、大勢の人々が参加するイベントにはならなかったでしょう。とは言っても、コロナ禍のこの時代、5万人という数字には批判的なコメントも寄せられました。これだけの人が一箇所に集まるのはやばいよ。コロナのことを考えて私は行かなかった。集まったのは5万人って発表されてるけど、もっと多いような気もするわ。これだけの人が集まれば、マスクをしていても安心できないな。コロナの患者数がまた増加し始めているし、こんな大規模なイベントは中止するべきだったと思う。インフルエンザみたいな病気も流行ってるって言うぜ。このコロナ禍の時代、今年もすごい人出が予想されるこのイベントを政府は思い切って中止させるべきだった。この後、感染者数は跳ね上がるぞ。未だに収束の気配も見せず、変異株が次々と誕生している新型コロナウイルス。この3年間を考えてみれば、盆踊り大会に否定的な意見が出ることも理解できます。新型コロナウイルスの嵐が世界中に吹き荒れ、マレーシアでも全土で活動制限令が出され、ロックダウンが宣言されました。でも、見方を変えてみれば、この3年間があったからこれだけ多くの人が集まった、と言えるかもしれません。マレーシアの人々に限ったことではありませんが、新型コロナウイルスのパンデミックによって、人々は行動の自由を制限され、家の中に閉じこもるという生活をしなければならない時期が続きました。その制限が緩和されたとき、人々の心に生まれた、今までの窮屈な生活から解放されたという思いが、この人出につながったのかもしれませんね。さて、大変な盛り上がりを見せたマレーシアの盆踊りですが、盆踊り大会が開催される国はマレーシアだけではありません。海外で行われている盆踊り大会を少しご紹介しましょう。100カ所以上で盆踊りが催されるのがハワイです。会場となるのは主に仏教系の寺院で、6月から9月の週末に開催されますが、やはりメインはお盆の時期。ハワイで盆踊り大会の中心となっているのが日系移民コミュニティです。太鼓の演奏や武道が披露されるのが
アメリカシアトルの盆踊り。こちらはシアトル別院仏教会の主催で行われ、日系アメリカ人コミュニティが中心となって活動しています。盆踊りはもちろん、日本食の屋台もあって、伝統文化を紹介する役割も果たしています。80回以上も開催されている歴史のある盆踊りです。1万5000人以上の人が集まる盆踊り大会が開催されるのはボリビアサンタルクス。盆踊りのほか、日本食やアクセサリー、金魚すくいなどの屋台が並ぶこの盆踊り大会は、南米最大の規模を誇ります。最初は日本人や日系人で行われていましたが、参加した地元の人々の口コミによって参加者が増え、この規模になったそうです。この他にも、ブラジルやアルゼンチン、パラグアイ、カナダなどでも盆踊りは開催されているそうです。海外で盆踊りが行われる理由は、日本文化の紹介やその国と日本との交流が目的という場合もあります。しかし、基本的には日本人が移民として移り住んだところであったり、日本企業の進出先であったりして、日本人のコミュニティが存在している国に多く見られます。マレーシアは日本企業の進出に伴って日本人コミュニティができ、盆踊りが開催されるようになりました。祖国を遠く離れた日本人が故郷を思い、踊ったことがその始まりなんですね。しかし、日本人が異国で盆踊りを踊っても地域に受け入れられ、地元の人々が参加しなければその規模は大きくなりません。地元の人々にとって異文化であるはずの盆踊り。それがどうして地元の人々に受け入れられ、多くの人々が参加するようになったのでしょうか。江戸時代、盆踊りは男女の出会いの場、つまり人々の交流の場としての役割を持つようになりました。盆踊りはステージで踊るものではありません。みんなで輪になって踊るもの。みんなで踊れば、そこに交流が生まれますね。入りたい場所にスッと入って踊ることができるのが盆踊り。踊るために特別用意しなければならないものはありません。踊り方も決して難しいものではなく、パターンを覚えればその繰り返しで踊っていくことができる踊りです。そして日本人は、自分たちの文化に愛情と尊敬を持って接してくれようとする外国人を歓迎します。この日本人の姿勢が、盆踊りを地元の人々と共に盛り上げてきたのでしょう。また、日本は世界経済フォーラムが発表した観光魅力度ランキングで1位を獲得しました。クールジャパンとして日本文化も世界的に人気がありますね。このように観光や文化面において日本が世界から注目を浴びていることも、盆踊りという日本の伝統文化に大勢の人々が集まる理由の一つと考えられます。日本人にとっては毎年当たり前のように行われている盆踊り。しかし、外国人にとっては、とても魅力的で大変楽しいイベントのようです。5万人もの人々が参加したマレーシアの盆踊りは、日本人にとって、自国の伝統文化の素晴らしさを再認識させてくれる出来事だったのではないでしょうか。いかがでしたか？ぜひコメント欄で、皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。